ウカによる福音「その時イエスは弟子たちに言われた悪い実を結ぶ良い木はなくまた良い実を結ぶ悪い木はない木はそれぞれその結び実によってわかるいばらからイチジクは取れないし野ばらからぶどうは集められない良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す人の口は 心からあふれ出るるることを語るのである「私を主よ主よと呼びながらなぜ私の言うことを行わないのか私のもとに来て私の言葉を聞きそれを行う人が皆どんな人に似ているかを示そう」「それは地面を深く掘り下げ岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている」「洪水になって川の水がその家に押し寄せたが」 「しっかりり立ててあっったたのでで揺り動かかすことができなかったしかし聞いても行わないものは土台なしで地面に家を建てた人に似ている川の水が押し寄せると家はたちまち倒れその壊れ方がひどかった」「今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。